あ,ありがとうございます。じゃあ聞こえてるということなので始めていきます。えっとですね。あまず、あの、あま、ず8回目の授業になりますけども、あの、えっと、最大流問題って話をしてまして、えっと、今回その最大流問題の最後の回になります。でさ、えっと、まあ、止まるんですが、えっと、まあ、どんなアルゴリズムだったかってことを、えっと、復習して、その止まる。 で、なびに計算量評価を今日はしていくという話になります。で、だから60ページもあるんですけども、まあ多分、全部やらないと。で、全部やらないっていうのは、まあ次回に持ち越すということではなくて、まあやらない部分は補足動画にしたいと思います。で、それでまあ、あの、今日で終わるという形になると。で、えっと、一応ですね、レポート課題っていうのを出すことになってるんですけども、ちょっとまだまとまってなくてあ、何がいかんかというと、自分で作った問題を自分で解けないっていう、ちょっとあんまりよろしくない状態にな,なっていて、まあ書いてあることは正しいんですけども、 この授業でやった内容で解けるかどうかということを確認していて、ちょっとどうもなんか解けなそうな感じがしていて、えっ、ー、とちょっとあの、調整してるんですけども、まあ調整に時間がかかっていて、まだちょっと出題できないという形で、まあ明日までにはなんとかというふうに思ってますので、まああの、できたらあの、Google Classroom の方であのご紹介するという形にします。よろしくお願いします。でそれでですね、えっ、ー、と流れですけども、流れが進まなかったですね。えっ、ー、と流れはですね、えー、こんな形で、えっ、ー、と今日この、 最大流問題の計算量を評価します。で、えっと、次回っていうか来週はですね、お休みになるので、えっと、あの、この、えっと、ズームにも入らずに、えっと、あるいはゅ、えっと、教室にも来ないでくださいという形になります。えっと、誰もいないはずですけども、まあ、皆さんが来れば皆さんいるんだけども、私はいないので、で、授業を行われないという形になりますのでよろしくお願いします。はいで。それでですね、えっと、まあ、あの、復習なんですけども、えっと、まず、あの、 前回定義したのは、これ、というもの。まあ、あるいは、プリ、プリフローと呼ばれるもの。と先ほどなんか教えていただいたこれが、これが、フじゃなくて、プリになってるっていうことになって,てすいません。これ、先ほど直したので、えっと、ここだけ直ってるんですけども、それ、そのコメントいただいたのに、コメントもちゃんと読めていなかったっていうなんか、ことで申し訳ないんですが、まず、あ、これ、プリフローです。英語で言うと。で、まあ、日本語で言うと、まあ、これ、善竜というふうにしています。すみません。で、えっと、まあ、あの、今後プリ、プリフローとただ読んでいくかもしれませんし、然流と言うかもしれません。で、何だったかというと、これは、ST 流のようなものなんだけども、 この、えー、っと、あれですね。あの、流量保存制約は満たしていなくてもいいですよという、そういうものであるということです。で、ただし、その入ってくる量は出ていく量以上ですよと。だからその、各頂点を見たときにそこにはなんかその、流れがですね、なんか残ってるようなイメージを持ってもらうと。だから入ってきたものが全部出ていくわけではないということを表しているのが、この条件だったと。だけども一方でこの容量制約の方は必ず満たしてくださいよというのが、プリフローでしたと。 いうものでした。で、これとツイートなる概念として、距離ラベルというのがあったというのがあります。で、何だったかというと、距離ラベルっていうのは、この st 全流に対して定義されるものって形になっていたと。それは何だったかというと、まあ、これ整数をこの頂点に割り当てるんですけども、どういう、えー、っと形になっていないといけないかというと、まず、えー、s に対するラベルは n。n っていうのはこれ、あの、このグラフの頂点数です。 で、えっと t に対するラベルは0というのがまず決まっていて、あと、この補助ネットワークですね。補助ネットワークの子 uv に対して u におけるラベルが v におけるプラス、ラベルプラス1以下であるという条件が成り立っているというのが、この距離ラベルの定義でした。で、えっと、プッシュリラベル法っていうのは何なのかというと、えっと、 ま、ここですね。その距離ラベルっていうのと ST 全流っていうのをずっと保持してます。それをずっと持ち続けると。で、それの両方をその、そのプッシュ操作というものとリラベル操作というものを使って更新していくというもとをします。で、そうするとですね、更新していく中で、えっと、最終的にですね、この ST 全流が ST 流になったら、なんか実はこれがですね、えっと、ST、じゃな、最大 ST 流、最大 ST 流になるんだと。 いうことが、えっ、ー、と、保証されるようなアルゴリズムになっていますと。で、そのプッシュ、えっ、ー、と、操作とリラベル操作っていうのは何だったかってことを、まあ、紹介すればよろしいということになります。で、そうですね。まあ、一言。で述べると、プッシュ操作とリラベル操作で行われる。その、えっ、ー、と、補助ネットワークの子に対して行われるというものがプッシュ操作。リラベル操作は、頂点に対して行われる。まあ、S と T 以外の頂点に対して行われるような操作になりますと。で、まあ、基本的にはプッシュ操作ができる限りは、プッシュ操作を行う。 で、行えなくなったら、ある調点に対して選ラベル操作を行うということを繰り返すというのがプッシュ選ラベル法でした。はい。で、どんな感じか。えっと、まずプッシュを行える条件は何なのかっていうと、えー、っと、これ A っていう子は、えー、っと、U から V に向かっている子であるというふうにしましょうと。で、今、この図では、このなんかこの紫色の、紫じゃないですね。茶色い子が、実はこのプッシュ A を行える条件を満たす子 A になっていると。 で、どういうものかっていうと、この視点ですね。視点にまずこの、えー、っと、流れが溜まっている。残っている。っていうのが条件。つまり、U に入ってきている量と、U にから出ていく量を比べると、U に入ってきている量の方が真に大きいですよ。というのがまず条件。で、なおかつ、その U から V に向かっている項を考えているんだけども、その項のラベルがちょうど1しか違わない。 u のラベルが v のラベルプラス1。だからまあ、えっ、ー、と、この場合も、その、えっ、ー、と、v4 が今 u に対応するんですけども、そのラベルが1で、T のラベルが0っていう形で、そのまあ、1の方から0の方にプッシュしたいという気持ちになっているということです。で、まあ、こういう子う。 ですね。こういう子っていうのはこの2番の状況を満たすこうかな 1, ?1 番と2番かな両方かな多分1番と2番両方の状況を満たす。この子とを可能子ということにするんですけども、多分この言葉は今後使わない。今日使うためにこの言葉を用意したはずだったんだけども、実は使わずにやっていく形になるので、定義しなきゃよかったと思ってるんですけども、まあ、あの、ものの本とかにはこうやって書いてあります。で、まあ、この、 条件を満たす子があったら何をするかっていうと、この子に沿って、まあ流せるだけ流すってことをします。流せるだけ流す。で、何、流せるだけ流すってのは何なのかっていうと、まずまあ、あの、この、えっ、ー、と、子ですね、えっ、ー、と、補助ネットワークですね。それをこう、ま、容量を持ってるんですけども、まあ容量までは流せることになります。容量までは流せる。だけども、えっ、ー、と、流すことができる量は、この VO に溜まってる量、残ってる量までしか流せないっていうふうに考えます。つまり、まあ、容量まで流すか、その、 U という頂点に残っている量を流すか、まあその小さい方だけ流せるというふうに思ってくださいということになります。で、まあこの場合は、えっとこの V4 に2、1して4だけ流れていて、1、2、3だけ出ていってますから、この V4 には1だけの単位、1だけ溜まっているということになります。 で、えっと、V4 から T に向かっている要、えっと、この容量も1なので、まあ、どちらもこれ1であって、あんまりいい例ではないんですが、まあ、この場合は1だけ、この個に沿って流すということになります。で、流すと、こういう形で、まあ、その子は消えるという形になると。というのは、なぜかというと、その子の容量をいっぱい分だけな、いっぱい流してますから、まあ、その子は、えっと、補助ネットワークからなくなると。 いうことになると。だからもうその向きにはもう流せないということになるわけです。で、そのようにですね、この容量いっぱいに流すようなプッシュのことを今後、ォアプッシュというふうに言っていきます。で、そうではない場合は非フォはプッシュというふうに言います。はい。まあ、これ後でちょっと出てくる用語なので、これは使います。これ使うので後で、えっと、えっと、またその時に思い出すことにします。はい。で、それでですね、えっと、 えっと、プッシュが行えるに、行えないときにはリラベル操作を行うということになります。だけども、リラ,リラベルが行える条件もあって何かっていうと、まず、まあ、そこの、えっと、頂点に言うに、あの、まず溜まっている、えっと、残っているっていうことは条件。なぜかというとですね、プッシュが行えないときに、この条件を満たすような頂点がなかったら、その時に得られている、えっと、状況っていうのはどういうことかっていうと、その、どこの頂点にも、 もう、あ、えっと、なんか一番の条件が成り立っていなかったどうなってるかっていうと、どこの頂点を見ても入ってきている量と出ていってる量が同じになってるわけです。で、それはですね、今考えている ST プリフローっていうのがもうすでに ST 流になっているっていうことを意味するわけです。で、その時には、えっと、実はもう得られている ST 流が最大 ST 流であるということが保証されるので、もう何も行わないってことになります。で、むしろ、えっと、そういう、なんか残っているところがあったら、そういうのがケアしていかなくちゃいけないというふうに思うわけです。 で、まあそういう頂点に対してリラベル操作を行いましょうと。で、もう一つの条件は、えっと、プッシュを行える子がないと。だから、まあ、プッシュが行えないときにだけリラベル操作を行いましょうということになります。で特に、まあこの2番の条件が成り立っているときには、U から出ていってる子があったら、そのラベルを見比べると、DU が DV 以下になっているという形になっています。なんでかっていうと、そもそもトリラベルっていうのは、DU が DV プラス1以下である。 という条件を満たさなくちゃいけなかったわけです。だけども、du と dv プラス1が等しかったら、その時には、えっと、プッシュが行えるようになってしまうわけです。先ほどのプッシュが行える条件から。で、今はプッシュを行えないと言ってるわけだから、その条件成り立たなくて、で、しかもこの du とか dv っていうのは全部整数なので、ので du が dv 以下になっているという条件が満たされているということになります。で、その時は、その時は何,何をするかっていうと、この u のラベルが小さすぎると思って、これを大きくするってことを行うのがリラベル操作です。 で具体的にはどうするかっていうと、この U から出ていってる項を、えっと、補助ネットワークにおける項を見まして、その先の、その先 V のラベルを見ますで。で、その中で一番小さいものを持ってきて、そのプラス1としたものを DU にすると。で、そうすると、この DV の最小値を取ってるような UV っていう項にプッシュができるようになります。 ので、まあ、それを行うために、こういうリラベルを行うということになります。例えば、えっと、この状況ですね。この状況、これ、右の状況、これは、フォトネットワークですけども、今、V3 っていうところに、えっと、リラベルを行おうと思うんですけども、V3 から出ていってる子は、えっと、S に向かってるもうしかありません。だから、まあ、ここで考えているこの集合が、要素、 1>, 1しかも、一つの要素しか持ってないので、あんまり良い,い状況でもまだこれはないんですけども、まあ、この例でやっていくと。で、その頂点のラベル6なので、えっと、6プラス1というのに、この V3 のラベルを変更するということをします。で、そすこで7になると。で、そすこでラベルの差が1になるので、こうプッシュできるようになると。いうことで、またここからまたプッシュ始めていくということになります。ということです。で、えっと、プッシュリラベル法っていうのは、まあ、これを、あの、繰り返していくということですね。えっと、 まず、あの、初めに、初期化を行うんですけども、初期化の方法を前回言った通りで、えっと、覚えてないかもしれませんけども、これはまた後で出てくるので、その時に言います。で、その初期化をしたものに対して、この F が ST 流になるまで、えっと、反復を行うんですけど、何かというと、プッシュできる子があれば、プッシュを行い、なければ、リラベルできる頂点に対してリラベルを行うということを全部繰り返す。で、前回ちょっと、最後のところ、書いてなかったので、ちょっとここで書き足してるんですけども、最終的に F を出力します。で、この出力した F というのが実際は、 えっと、最大 ST 流になるっていうのが前回の結論でした。で、これはったら、まあ、この停止する場合にはっていうふうに言ってるので、本来はここでその停止するってことをちゃんと言わなくちゃいけないってことが、まあ、今日の主眼になります。で、まあ、なおかつ計算量も小さいんだってことを言っていきたいというのを今日はやっていきましょうということになります。ここまでが前回の復習になります。はい。まあ、掛け足であるってことは、重々承知なんですけども、まあ、こんな形でやってるということですね。はい。でですね、今日の 目標はこのプッシュリラベルほど計算量評価です。で、いきなりまとめをしてます。こんな形になります。先に言います。我々がやるのは実は、アルゴリズムの中で行うリラベル操作とフォアプッシュの回数と非フォアプッシュの回数を一つずつ数えるってことです。で、それをやります。で、えっと、先に言うと,ちょっとリラベル、リラベル置いといて、フォアプッシュ。このアルゴリズム全体を通して何回行われるかっていうと、えっと、オーダー NM です。これだけ行われます。 n は頂点数、m はこの数ですね。で、非法ワプッシュは、オーダー n 次乗 m 回行われるってことになります。全体で。で、リラベル操作は、各頂点 u に対して n 回、オーダー n 回行われるってことになります。オーダー n 回行われるってことになります。 で、これは回数なんですけども、それぞれのこの操作を行うのにどれぐらい時間がかかるのかってことをちゃんと真面目に考える必要があります。で、そこはちょっとデータ構造とかを考えたり、ややこしい話があるんですけども、それが今日のこの90分の収まるかどうかちょっとわかんないんですけども、まあそういうのがあって、で、一回あったりは、フォーアプッシュ、プッシュは割と簡単で、まあデータ構造によるんですけども、プッシュは、えっと、オーダー1、定数時間でできます。でき,できるようにデータ構造を作ります。 で、えっ、ー、と、リラベルの方は、U におけるリラベルが U に接続する個の数に比例するオーダーでできるようにデータ構造を作っています。ちょっとこの記号は全然定義見せないですけども、今、口で言った通り、<laughs> U に接続する子の数、U を始点とする子と U を終点とする子の数に比例するオーダーでできる。高々。という形になります。 で、これを G と見て、っと見て計算をすると全体の計算量がオーダー N 字上 M になるってことがわかります。まあ、この部分からどのようにこう全体の計算量を出すのかということは、えっと、多分、時間が許せば言うという形になります。で、まあ、これが結論になると。で、まあ、だから、これは、つまりまあ止まるってことまで言ってるわけですけども、それを今日は示していきたいと。で、そのためにやるのは、この3つの操作を別々に何回行われるのかってことをまず数えるってことです。 で、はめにやるのはこれリラベルです。で、まずリラベル操作が何回行われるのかってことを数えましょうということを行います。はい。で、えっと、先ほど言った通り、まあ、頂点 U っていうのは、まあ、ST 以外のものだとしたときに、このリラベル U をこのアルゴリズムを通して行う回数は実際、えっと、N に比例するオーダーにしかなりません。たかだか N のオーダーになると。で、これを証明していこうと思います。で、どうするか。 えっと、今ですね、リラベルが行える条件っていうののところに、なんか1番と2番っていうのがあったんですけども、で、2番から得られる、えっと、えっと、えっと、性質として、UV っていう子が、えっと、補助ネットワークにあったら、U のラベルと V のラベルの間にこういう代償関係がありますよっていうふうに言っていたわけです。で、代償関係があるところで、で、実際にリラベルを行うと、DU っていうのが、この DV の最小値プラス1になりますよっていうふうに言っていたわけです。 でそうすると、もともと du っていうのは dv 以下であって、えっと、この dv の中から小さいのを選んできても、それもやっぱり du 大きいわけです。あ、du 以上なわけです。だから、プラス1すると何が起こるかっていうと、du の値は必ず大きくなります。だから、リラベル u っていうのを行うと、必ず u のラベルは1は大きくなるってことが保証されます。リラベルを行うと、必ず du は1以上増加します。で、du は、えっと、 距離ラベルなんですけども、まあ、初期値は、えっと、まあ、0以上。まあ、えっと、すみません、初期値はこれ必ず0なんですけども、実は。必ず0なんですけども、まあ、ロ以上って整数して,て今使わないので、0以上と書いてます。で、初期値は0です。で、そうすると、一以上を増加することが故障されてるんですけども、今から処理するのは何なのかっていうと、DU はどう頑張っても 2N-1 までしか上がりません。ってことを言います。で、そうすると、はじめ DU ってのは0なんだけども、1回ラベルを行うと、そこからこうなんか大きくなるわけです。 この範囲のどっかに、あ、う、ゼロから、こ動くと、いうことになるわけです。で、これは、だからその、1以上は動くと、いうことになります。で、1以上だけ動いても、ここの性質が正しいとすると2、2イルマイナス1までしか動けないわけです。そうすると、じゃあ、例えば、ある、あると、と,ところにはなんか2プラスされるかもしれません。けども、さ、そうすると、どこ、何回このジャンプは続けられるでしょうかっていうと、高かだか二2イルマイナス1回となる、ということになるわけです。 だから、この du が 2n-1 以下にしかならないってことを言えれば、我々の、えっと、目標としてはこの性質ですね。リラベル、u を行う回数が n に比例する回数しか行われないってことが言えるということになります。ということで、この du が 2n-1 以下ですよってことを言います。アルゴリズムの結果、これにしかならないってことを言います。はい。じゃあですね、リラベルを行える条件が2つあったうちのもう一つの方、この u っていうところに、そのなんか流れが溜まっている。 っていう条件を見てみましょうと。で、これを見てみると。で、そうすると、このことからですね、これを証明すれば十分だということがわかります。今、U において流れは溜まってるとしましょうと。その時には、えっと、補助ネットワークにおいて U から S に到達可能な、U から S に向かっていくような道が存在しますよと。S、ええっと、US 銅が存在する。っていうことを証明すれば十分だっていうことがわかります。なぜか。 なぜか。今じゃあ、こういうその GF において U から S に到達可能であるとしましょうと。あ、か待って、U は、この流れは溜まってる。<laughs> ここであって、U から S にこの補助ネットワークにおいて到達可能であると仮定しましょうと。で、今、そういう状況をここに書いてます。これは補助ネットワークの状況で、U という頂点から S に向かってなんかこの道があると。こういう今状況を書いてると思ってください。で、距離ラベルがあるわけです。距離ラベルがある。そうそうですね。今、S の距離ラベルは、これずっと N です。 n のままこのアゴリズムには変わりません。s においてでリラベルは行われませんし、s に対するラベルの初期値は前回やった通り n でした。c 距離ラベルの定義から n でなくちゃいけない <laughs> ということになっていますで。そうすると、えっ、ー、と、何が言えるかというと距離ラベルの性質がこうあるわけですね。これ今、d は距離ラベルなので、えっ、ー、と、uv っていう個があったら du は dv プラス1 以下でなくちゃいけないというふうに言っていたわけです。でそうすると今ですね、この道に沿って見ると、S の隣にある頂点を見ます。で、今は、だから、えっと、この右にある頂点を U、左にある頂点を V だと思って、この条件を適用してみる。そうすると、DU は DV プラス1以下なわけだから、今 U と書いた頂点のラベルっていうのは、この S の頂点プラス1以下でなくちゃいけないってことになるわけです。だから、この U っていう頂点のラベルは N プラス1以下になる。 いうことがわかります。いいですかで、これを続けていくわけです。どう続けるかっていうと、じゃあ次のその隣の項を見ましょうと。隣の項を見て、えっ、ー、と、ここが U、ここが V だとしましょうと。でそうすると、この今この U と書いた頂点のラベルは、V と書いた頂点のラベル、プラス1以下でないといけないということになります。だから今この U と書いたところの頂点のラベルは、N プラス2以下になるということがわかります。で、今ですね、 これは、えっと、u から s に向かって、えっと、道があるので、ここの道の中にあるこの数っていうのは、多くても書きたかったんですけど、ね、今ね。こ、このか、この個の数は、この数は多くても n-1 です。ってことは、今このようなですね、何とかいか何とかいかっていうのをずっと続けていくと、今これ、この数 n-1 以下なので、u のところのラベルはどう頑張っても 2n-1 までしか行きません。 ってことは言えるわけです。つまり、何を言ってるかというと、このですね、えっと、えっと、溜まっているならば、えっと、あ、すみません、GF において U から S に到達可能であることが言えれば、この U の距離ラベルは 2L-1 にしかなれないってことが言えるということになります。で、これはですね、この、あの、初めの仮定がないと、い今からは言えないんですけども、まあ、そのか、えっと、結論が言えれば、証明したかった距離ラベルが 2L-1 以下になるってことが言えるので、この次を証明できれば十分というものを証明しましょうということになります。 で、これを証明していくということになります。よろしいですかだからか、寄って次を証明すれば十分な中か、続いていてあんまりよろしくないんですけども、これを証明します。だから、U っていうところになんか流れが溜まっていたら、実は U から S に到達可能な,なんですよってことを言います。で、これちょっと、技法的です。で、まあ、これ証明しなさいって言われてもちょっと難しいかもしれませんけども、まあ、今からや,やっていくことにします。で、こんな感じです。じゃ、この、今言った、この、これを証明すれば十分ですよって言ったものを証明します。で、どうやってやるか。今ですね、 えっと、R という頂点の集合を次のように定義します。で何かというと、GF において U から到達可能な頂点を全部集めたものとします。だから今、これは今、えっと、左側が G の図で、右側が GF の図であるというイメージ図です。とことか、丸を書いてこれグラフだと思ったら、ちょっと、あの、あんまり。 えっと、これ、まあ、想像力が豊かすぎるかもしれませんけども、まあ、そういうぞをよく書くので、こういうそうしてます。で、何を言ってるかというと、今、まあ、U からですね、まあ、この、まあ、出ていく子があるわけですけども、その出ていく子を使って、たどり着けるところを全部集めてきたら R になると。まあ、そういうイメージを持ってください。ただ、これ別の言い方すると、R っていうところを見たら、R っていう頂点集合を見たら、R から出ていく子はありませんっていう形になっているということになります。いいですかね。これは、 コードネットワークにおける状況なので、これ何を意味するかっていうと、G において、この R に入ってくるような子があったとしたら、そこには、えっと、何も流れてないことになります。もしなか流れていたとすると、それを押し返すような子が GF にできてしまうから、そういうのがないってことになります。いいですか。だから、何が言えるのかというと、G に入ってきている、 R に入るようなこの、えっと、流量は必ずゼロになっているということがわかると。で、今ですね、何を考えるかっていうと、この R っていう頂点集合の中の各頂点、各、あ、ではまず、初めに言わなくちゃいけないのは何かっていうと、目標は何かっていうと、この S という頂点がこの R っていう集合の要素であるってことを言いたい。ってことになります。で、そうすれば、S が、えっとあ、U から調達可能な頂点,あ頂点になりますから、言いたかったことは言えると。 ということになるわけです。で、それを言うためにどうするかというと、えっと、この R という頂点、頂点の集合を見て、その頂点、その中に含まれる頂点 V に溜まっている流量を全部足します。ここに書いてるのはこの V に溜まっている流量です。全部足します。でそうするとどうなるか。今、これは、 レポート問題に関係があるかもしれないとか言うとあんまりよろしくないんだけども、い,い,い言ってしまうとですね、えっ、ー、と、ちょっとここから連携するんですけども、えっ、ー、と、これはか流量なんで、これ、えっ、ー、と、左の図で書かなくちゃいけませんけども、えっ、ー、と、今この、えっ、ー、と、G の中の頂点、あ、違う違う、R の中の頂点、V っていうのを見ると、だからそこに入ってきてる流量と、まあ出ていってる流量っていうのがあるわけです。で、まあ、ある量はこの V っていう頂点に、まあ、これ溜まってるっていうことになります。 だけども、えっと、その頂点に着目するんじゃなくて、この今 R に収まっているこを見ましょうと。こう見ると。でそうすると、それはなんか V に入っていってるんだけども、まあ、U から見ると U から出ていってる量になってるわけです。だから、えっと、この R の中に収まっている、その U と V が R の要素であるようなこう UV に対しては、えっと、U においてそれは出ていく方で、 えっと、引かれて、V においては入っていく方で足されるという形になります。だから、U と V 両方が R に入っているような子の上の流量は、この輪においてキャンセルされます。キャンセルされます。ということなので、えっと、何が、えっと、問題に、えっと、この、えっと、輪において残って出てくるかっていうと、この入ってくる方は何なのかというと、この、えっと、R から、 じゃあえっと、R に入ってくるようなこの上の流量が、だけが全部この、えっと、F-V の和、和の、とんなくちゃいないですね。F-V の和、F-V の和の部分で、えっと、この和に残ってくるという形になります。で、一方で、えっと、この、 えっと、またこれ消したいんですけど、はい。一方で、この後ろの部分ですね、えっ、ー、と、F プラス V の和で残ってくるのは、この R に入ってる子は全部キャンセルされますから、この R から出ていってる子ですね。R が出ていってる子の上の流量が、この F プラス V の和の方で残って、えっ、ー、と、残ってくるという形になります。で、それを書いたのが、この右の式です。これ何なのかっていうと、この初めの方は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 R、ね。えっと、これは、えっと、R の、えっと、補集合から出ていっているこの集合。だから、これは R に入っていっているこの集合です。これですね。これです。この部分は R に入っていくこの集合。 を表していって、その部分がこう足されると。この部分でこう足されるようにこう出てくるということになるわけです。で、一方で後ろの方は、この R から出ていくこの集合に対して、あ、ここ A に対して FA を足しているというのが、この F プラス V のところの寄与として残って出てくるということになるわけです。ちょっとここは難しいんですけども、これはちょっとレポート問題と関係してるので、あんまり言えない, <laughs> ういうことになって、まあ、冷静になるとわかるので、まあ、レポートもやりながら考えると,ということになりまして、これ正しいです。 で、それで何が言えるかというと、今ですね、えっと、この2つの輪があるんですけども、先ほど言った通り、この入ってくるここに流れてる輪はこは全部ゼロなんです。なので、この初めの方の輪、これぜこれゼロになります。これゼロになります。そうすると、マイナスなんとかが残っていて、えっと、全流で流れてる量は必ず皮膚ですから、全体としてこれマイナスがついているので、この左辺のこの輪っていうのはゼロ以下であるってことが結論として言えます。 いいですかここは難しいんですけども、先ほど言った通り、ちょっとレポートと関係していて、ちょっと順番が悪い、あの、授業の構成の順番が悪い。手に考えればわかることまでもっと言うと、ここの輪ですね。この R に入っている頂点のな、に溜まっている量の輪というのは必ず負になるということが言えます。うん 溜まってる量が不利になるとなんかおかしいんじゃないかっていうふうに言えるかもしれませんけども、なんか、だからなんか、えっ、ー、と、変なことが起きてるんじゃなくて、これは実は、あの、あり得るんですね。これはなんでかってことを言います。だから今、えっ、ー、と、ここまでが、あの、前のページで示したことです。この場は、えっ、ー、と、0以下になります。だけども、先ほど言った通り、溜まってる量っていうのは必ず、えっ、ー、と、皮膚なわけです。けども、それが言えるのは S と T という頂点以外の話です。 S, S と T っていう頂点は今考えた全流だから入ってきている量と出ていく量を比べると出ていってる量の方が入ってくる量以下になってるっていう性質は保たれるんだけども S だけは出ていってる量の方が多いことが許されますつまり今この R の中でこの溜まってる量の和を考えてるんだけどもそれが0以下になるでしかも U においてはこの溜まってるっていう条件が成り立っていなくちゃいけないっていうふうに言ってましたってことはこの中にそのあ、だから U においては えっと、この溜まってる量は必ず正なので、この和が0以下になるためには、この R の中のどこかの頂点において、出ていってる量の方が多くないといけないわけです。ですね。ある頂点においては、出て、えっと、入ってくる量が、溜まってる量が負である必要があります。で、今言った通り、今こ F は ST 全流なので、S、えっと、 st 全流なので、st 全流においては、いや、聞きたいんですね。st 全流においては、v が s と t でなければ、この f マイナス v マイナス f プラス v っていうのは必ず0以上なわけです。だから、このような、この溜まってる量が負になるような頂点っていうのは s か t しかありません。ありえません。 で、実際はこう S から流しているわけなので、この流れている量が、えっと、あ出ていっている量が、の方が大きいような頂点は S に限ると。つまり、この R の中に必ず S っていう頂点が要素として含まれなくてはいけないってことが結論として得られるということになります。いいですかちょっと論法がややこしいんですけども、まあ、冷静になればわかると思うので、もう一度考えていただければと思います。はい。ということで、えっと、U から S に必ず、えっと、 増加ネットワーク,トワークは到達できるということになったということになります。で、これによって、リラベルの回数が、リラベル U の回数が必ず L のオーダーになるということが分かったということになります。で、まとめとこういうことですね。今、えっ、ー、と、リラベル U を実行する回数はオーダー N にしかなりませんということを言ったと。で、特に、えっ、ー、と、ラベルの大きさは 2L-1 以下にしかならないということになります。 で、そうすると、まあ、その、今は U っての固定して言ってたんだけども、アルゴリズムを通してリラベルっていうものを実行する回数は全部で何回になるかっていうと、それは、まあ、えっと、一つの頂点に対してオーダー N 回なので、で、頂点は、まあ、オーダー N 個あるわけなので、全体でオーダー N 次乗になるということになります。ここまでいいでしょうか。で、これがリラベルの話になります。はい。で、あとは、 このフォアプッシュの回数と非フォアプッシュの回数をやっていきたいということになります。でも、まあ、順番にやっていくわけです。で、フォアプッシュの話をちょっとしていきましょうと。とで、フォアプッシュなんだったかっていうと、フォアプッシュっていうのは、その、これですね。今な流れている、その、F F、A というコに流れている、えっ、ー、と、流量に、えっ、ー、と、その、補助ネットワークでのこの容量だけ流せるだけ流す。っていうことを言ったのがフォアプッシュでした。 で、それを行うと、その FA っていうその A という個の上を流れている流量は、その容量 UA に等しくなります。で、こういうのをフォーアプッシュと言いましょうというふうに言ってました。で、今からいうのは何なのかっていうと、フォーアプッシュ A、一つその個を固定すると、その A に対してフォーアプッシュを行う回数はオーダー N になりますよということを言います。 でそうすると、まあ、この個数はオーダー M 個しかないので、全部でフォアプッシュをアルゴリズム全体で何回行っているのかっていうと、それがオーダー MN、あるいは NM になります。であ、これを証明しましょうということになります。で、これやっていきます。 しまった。ここの部分ちょっと、順番に出てくるようにしたかったつもりなのに、全、順番に出てくるようになってないので、まあ、それは、えっと、説明の中でおりなこと言います。はい。で、まあ、A という子に着目して、そこに対するフォアプッシュが何回行われるのかってことを考えます。で、今、えっと、プッシュそのものが行える条件は、その U から V に向かって流そうとするんですけども、<laughs> U の距離ラベルが V の距離ラベルプラス1になってるっていうのが条件でした。 だから、状況としはこんな感じになっていると。まあ U から V に流したいんだけども、U の距離ラベルが V の距離ラベルよりも一だけ大きいと。で、で、まあ、その時に U にこう溜まっていたら、U から V に向かって流しましょうと。だから今、この、この、まあ、紫になっているのは、先ほど使わなかった用語使,使わないといった用語を使うと、これは可能子になっているということになります。で、これは、フォアプッシュなので、この子に、いわこれはフォアプッシュあと仮定すると、この子の、 要量だけ、流せるだけ流すと言ってるので、このプッシュを行った後には、この子がなくなりますで。なくなった状況が入ったのが右側です。で、今これは、この、今、この子をですね、この子を A、書きたいんですけど、ね、この子を A、この子を A とすると、今、このフォアプッシュを行ったら、この子はなくなるわけです。だから、今、このフォアプッシュ A っていうのをもう一度行おうとするときには、この子をですね、まず出現させてあげる必要があります。 で、出現させてあげるにはどうする必要があるかっていうと、この V から U に向かってプッシュを行わないと、この U から V に向かっていく子っていうのは復元されないわけです。だからどこかで再びプッシュ A を行おうと思うときには、V のリラベルが行われて、V のラベルが U に向かっていく子が可能子になって、プッシュが行われるってことがないと、この U から V に向かっていく子が再び現れることはないわけです。 つまり、2回目の方アップッシュが行われるためには、V のラベルが2大きくなる必要があります。しかし、先ほど、距離ラベルはそんなに大きくなりませんって言いました。距離ラベルが大きくなれても、2L-1 なわけです。だから、3から5に大きくなりましたよってのは、1回起こったとしても、それがずっと積み重なっていて、じゃあ何回行えますかと言っても、それは頑張ってもまあ N 回ぐらいしか行えないわけです。ということで、このオーダーが出てくると。 ということになるわけです。だから、フォアプッシュは頑張っても、オーダー N 回しかできないと,ということになります。ということを説明する文章が書いてある。<laughs> ですね。だから、フォアプッシュ A を行うと、A が、この、えっと、補助ネットワークから消えます。 だけども、再びフォアプッシュ A を行うためには A がまた現れる必要があるんだけど、そのためには必ず DV が増えているい必要があります。で、そうすると DV は 2n-1 以下なので、まあ、フォアプッシュ A の回数は、まあ、ここでは 2n-1 って書いてますけども、まあ、もっと詳しくやると先ほど、各で説明したように、V のラベルは2上がるので、まあ、あの、N、n-1 とまで言えますけども、まあ、ここではもっとあのか、あの、これ書いてあることも正しいので、まあ N、2n-1 以下にしかならないと。 まあ、そう、まあ、そうであってもオーダー変わらないので、まあ、結論も変わらないということになってます。ということで、今言った通り、A に対するフォーアプッシュの回数はオーダー N にしかならないっていうことが、トリラベルの性質からわかります。いいですかということで、A という子に対してフォーアプッシュが行われる回数は、オーダー N 回にしかならないので、で、この数っていうのは、まあ、この、この子って言ってるのは、ちょっとこれはちょっとぼかしているんですけども、これはその、コジネットワークに現れうる子です。<laughs> で、それは元々のネットワークのこの数の2倍にしかならないので、まあ、全部足してもオーダー NM にしかなりませんよということです。いいでしょうか。で、これでフォーアプッシュの話おしまいです。だから今は、まあ、えっと、リラベルの回数とフォーアプッシュの回数、ここまで全やりましたということになります。しまったな。これ早すぎるな。自分の持ったペースでも早いっていうのは多分急ぎすぎてるんだと思うんですけども。 私の計画ではここで休憩を入れたかったんですね。でも休憩を取るべき時間に対して、あと、 10分ぐらいあるんですよね。ってことは、ここでもう休憩しなさいっていうお、あの、おぼし道だと思うので、今からはここで休憩にします。で、3分休憩して、残りの時間で記号はプッシュと、まあ、時間があれば計算量、そのデータ行動の話もしていきたいと思います。じゃあ、3分休憩するんですけども、換気を工夫するって話があったので、寒いので、えっ、ー、と、初めの1分は右側の窓だけ開けてください。で、後半の1分は左側の扉を開けるって形にしたさいと思います。じゃあ、えっ、ー、と、3分休憩をするので、その間はちょっと左側の、あれは右側の、 窓、まあ、を開けるようにしてください。よろしくお願いします。 はいえー、っとじゃあ,あの、窓をちょっと閉めていただいて、ちょっと左側の扉を開けて,ていただくんですが、はい、ありがとうございます。 Más no, sí. ああではい、ますはいそれでは、休憩を終わりにします。それでですね、今、あの、言ったのは何だったかというと、えっと、リラベルとフォアプッシュの回数は今、えっと、言った通りです。ということで,で、次、非フォアプッシュの回数を外れましょうということになります。で、これどうするか。えっと、指からやっていきますと。で、えっと、 最終的に言う,言うと、まあ、非法アップッシュ全部で、オーダー N 字上 M 回やりますと。で、先ほどまでは、リラベルは、各頂点に着目して、各頂点で何回行われたか。えっと、法アプッシュも各個に着目して、その個で何回行われたかっていうふうに、計算してたんだけども、今回、非法アップッシュは、もう、あの、合算でもう、あの、すべての非法アップッシュ、アルゴリズム全体で何回行ったかってことを、いきなり計算するっていう形でやっていきます。で、非法アップッシュなんだったかっていうと、その、法アプッシュではない。つまり、その、 こートネットワークの個の容量をいっぱい流すわけではないような、えっ、ー、と、プッシュのことを言ってるということになります。で、これはちょっと、ややこしいくて、なかなか証明も思いつかないんですけども、これだけ見せられて、これどう証明しようかっていうのはなかなか思いつかないんですけども、まあ、いろんなところでいろんな、あの、うまい論法が編み出されていて、それを使うということになります。で、何なのかっていうと、この、ここに書かれている、この量を考えます。これ今、ファイン。 ですけども、これ、あの、ギリシャ文字、これ、ファイですけども、まあ、これ、ファイと呼んで、えっと、この量を考えます,といます。で、これ、何なのかというと、えっと、まあ、S と T 以外の頂点 V を持ってきますと。ただし、その頂点の、な、においては、えっと、流れが残っている。<laughs> そのような V に対して、その V の距離ラベルを全部足します。ということをします。で、これがですね、プッシュラベル法の実行中にどう変化するのかってことを追っていきます。で、この、なんか、この、実行中にある量を、 がどう変化するのか追っていくっていうのは割とこのアルゴリズムの計算量解析においてよくやる手法なんですけども、その時にまあどういう量を考えるのがいいんですかとかっていうのは割とアートの部分があって、えアートです。も技法というか技術と、なんだろう、芸術というまでも言うのを言い過ぎかもしれませんけども、まあなかなか思いつかないわけですね。で、まあこの話においては、このプッシュレラビル法においては、まあこの量を考えると都合がいいですというかなんで、そういうすると。 ということになります。で、これはですね、距離ラベルのものなので,で、距離ラベルは皮膚整数なので、この、えっと、ファイという、この値自体も皮膚整数になります。で、これがどう変化するのか追っていくということをします。はい。で、アルゴリズムの中では、リラベル操作っていうのと、頬はプッシュっていう操作と、皮膚はプッシュっていう操作を行うわけです。で、じゃあ、リラベル操作によって、この量はどういうふうに変わるのかということを考えましょう。でそうすると、リラベルはどういうふうなことで行われたかっていうと、 えっと、流れがなんか溜まってるところのラベルの大きさを、えっと、1以上増やすことが結果として起こるってことになります。でそうすると、これ何を言ってるかっていうと、ここでこの輪を考える集合は変わりませんってことになりますけども、その輪の中に出てくる一つの頂点のラベルは必ず大きくなる。 ってことが、このリラベルによって起こります。ということは、このリラベル操作によって、このファイというのは必ず増加する。一意図を増加するってことがわかります。ってことが、このリラベル操作を行った時のファイの変化として必ず言えることになります。で、今はこれリラベル操作を考えたんですけども、同じようなことを、えっと、非フォアプッシュとフォアプッシュにおいてはどういうことが起こるのかということを考えます。で次、非フォアプッシュを考えます。非フォアプッシュは何だったかっていうと、今はここで、えっと、プッシュ v 1 v 2っていうのこの v 1>, 1から V に向かって、プッシュを出手なので、この、えっと、非合はプッシュなので、えっと、何が言えるのかというと、これは重要なことを、えっと、非合はプッシュなので、えっとですね、まず、この V1 に溜まっている量は全部押し出されます。プッシュによって。ってことは何を言ってかっていうと、V1 に余っている量はなくなるので、V1 はもともとこのファイを考える上での、この輪の中で考えている頂点として現れていたんですけども、非合はプッシュの後では現れなくなります。 だからその分だけ、この V1 ですね、この非法はプッシュを行ったこの視点の距離ラベルの分だけ必ず非法は、えっ、ー、と、このファイの値はこれ減少します。必ず、そっち減少します。だけども、新しくそのプッシュした、えっ、ー、と、先の頂点が、新しくその流れが溜まる頂点になる可能性があります。っていうか、これ必,必ずそうなります。あ、え、新しくなるのは必ずは言えないですね。えっ、ー、と、だから、新しくなる可能性があります。 もともとこれが最後である可能性もあるので、だから新しく V2 がこの集合に含まれる可能性があります。だからその、そ,そのようなことがあると、この距離ダベルの分だけ足すので、増えるわけです。だけども、減る量と増える量を比べると、今、プッシュを行う条件においては、この V1 時の距離ダベルは必ず V2 の距離ダベルプラス1になってるわけです。プッシュが行われているという条件から。つまり、減る量は必ず増える量よりも大きいことがわかります。 ということで、気泡はプッシュは必ずファイを減少させます。いいですか今、口でしか言ってるのはあんまりよろしくないんですけども、だから今、あの、一般的に言えるのは、この、えっと、プッシュを行った時には、だからこの時には、えっと、dv1 は dv2 プラス1に等しいわけですね。だから、v1 だけ減る、v2 だけ増えるんだけども、v1 の方が大きいから、減る量の方が必ず大きいと。で、増えるのは、 可能性はあるけども必ず増えるわけじゃない。この DV2 が必ず増えるわけじゃなくて、もともとこの V2 がのところに溜まっていれば、その V2 に増えるってこともないわけです。で、その時なんかただ減るんで、やっぱり減るということになります。いずれにせよ、非法アプップシュで必ずファイは減少します。先ほど、リラベルでは必ず増加、非法アプップシュでは必ず減少っていうふうに言ってます。じゃあ、法アプップシュはどうでしょうかあ、はい、なんていうわけでしょ。う。<laughs> えっと。 自分で作ったスライドの流れ、話の流れが分かってないんですね。これがよろしくない。さあ、で、フォアプッシュじゃあ、と残ってるんですけど、これは何かっていうと、実はフォアプッシュをすることによって、減少することもあり得るし、増加することもあり得ます。フォアプッシュなんだったかっていうと、その容量をいっぱい流すってことを言ってました。で、ここは V3V4 なので、ここからここに流す。この形ですね。で、この、この、えー、っと、えーっ,とえー、っと、プッシュでは、えー、っと、V4 が新しく、この、 えっと、流れが溜まっている頂点になって、それがここの、えっ、ー、と、集合にあ新たに含まれるようになります。で、そうすると、この V4 の、えっ、ー、と、距離ラベル分だけ、えっ、ー、と、頬はプッシュによって、ファイが増えるということになります。で、そうすると、これ、あの、ファイは増えるんだけども、増えたとしても、この新しく、この、茶色になった、頂点の距離ラベル分しか増えません。だから、これは、えっ、ー、と、次のページあるかな。 なかったんで、だからこれ書きますね。だからこれ、これ増えたとしても、2n-1 しか増えません。2n-1 っていうのは、トリラベルの上階です。だからさ、この V4 のトリラベル分しか、まあ、増えることはないわけです。だから増えたとしても、そのトリラベルの取り得る値の最大値、2n-1 にしかならないということです。だから増える可能性もあるんだけども、増えたとしても、 そんなに増えない。まあ、2のような説明をそんなにと言っていいかどうかわかんないですけども、我々の目的からするとそんなにです。で、まあ、減少することもあります。減少することもあります。が、それはここでは実は気にしない。で、初期値を考えます。このファイル初期値。アルゴリズム開始時にはこれは何でしょう で、それは、どのように初期化をしたのかってことを思い出す必要があるんですけども、初期化の、初期化したときはどういうふうになってるかっていうと、S のラベルは N ですと。で、他の頂点のラベルは全部ゼロという形に初期化しました。ってことを思い出すと、その時には、ここに現れる集合ですね。こ、この、えっと、条件を満たす V というのが存在しないということになります。嘘です。嘘 <laughs> <laughs> 言いました。ここに、えっと、現れる V の、えっと、距離ラベルは全部ゼロになります。 だから足すと必ず0になる。つまりアルゴリズムの開始時では、このファイというのは必ず0であるということがわかります。はい。で、これがアルゴリズムの開始時の状況です。じゃあ、アルゴリズムが停止したとき、しまった。停止するってこと言ってないアルゴリズムが停止したとき、どうなるかっていうと、その溜まっている、えっと、頂点もないわけです。だから、この、ここの話だったね。このときには、ここの集合、この状況を満たす V という頂点がないことになります。 ということで、この和は0になって、つまり、アルゴリズム停止時には、このファイは0であるというふうになります。これ、アルゴリズム停止することを仮定しているような形なので、気持ちが悪いんですけども、実は、えっと、ラベルの DU っていうのが、これさっき言っとくべきだったんだけどそれを言うのを忘れて、なんか気持ちよく進めてしまったからいない人間の頂点、S と T 以外の頂点に対して、頂点 U に対して、距離ラベルが2ス1以下ですよ。 っていうふうに言いました。このことから必ずアルゴリズムは停止することがわかります。なんでかっていうと、えっと、プッシュができないときにはリラベルを行わなくちゃいけないんだけども、リラベルを行う回数はこれによって制限されるからです。だからこれによってもう停止することはわかっているんだってことは、先ほどのリラベルのところで言っとくべきだったんですけども、ちょっと言い忘れたんで今言っておきます。だから停止するってここで言ってるのはもう停止することはわかっているので、その状況を考えていると思ってください。すいません。これは話の流れが悪かったので、えっと、今ここで補足しておいて、つまり、 言いたかったのは、停止時には、ファイは必ずゼロになります、ということです。だから、アルゴリズム、スタートした時には、ファイはゼロで、で、ファイというのは必ずフィフなので、増えたり減ったりするんだけども、最終的にはやっぱりゼロに戻ってくるという形をしてるわけです。で、その様子を図で書いてみた。これは、イメージ図なので、実際こんな動きをするかどうかわかりません。だけども、気分は何かっていうと、縦軸がファイの値です。 で、横軸がこれ時刻で、まあ、アルゴリズム開始時から停止時まで、1ステップずつ、追やすことによって、どのようにファイが変化するのかってことを縦軸に書いたつもりになっているようなイメージ図です。で、開始時はこのファイは0。で、停止時もファイは0。で、まあ、上がったり下がったりすると。だけどもゼロより下にはいかない。という形でファイは変化していくわけです。このファイですね。で、ファイが増加するのはいつだったかっていうと、リラベルをした時には必ず増加する。 で、えっと、非法はプッシュとしたときには、はい必ず減少するっていうふうに言ってました。で、法はプッシュのときには、まあ、増加するかもしれないし、減少するかも知らない。知れないというふうに言っていたというわけです。で、そうすると今、こういうような形の図になっているので、どこに着目するかっていうと、どんだけ増、延べ増加しましたかっていう量と、どんだけ延べ減少しましたかっていう量に着目します。じゃあ、今これ、赤い線で書いてるんですけども、 だから、からこの増加分ですね。これ増加分を全部足すってことをします。で、そうすると、それは、リラベルによる増加と、フォーアプップスによる増加の和になるわけです。じゃあ、リラベルのによってどんだけ増加するかっていうと、各頂点においてリラベルが行われるんだけども、リラベルを行っても、各リラベルで、そのトリラベルが大きくなる分だけしか、毎回のリラベルでは、このファイは増加しないわけです。だから、V に、V という頂点において、 えっと、起こる増加量の最大値は DV の最大値になります。1回のリラベルで1だけ上がる。1回のリラベルで2だけ上がるとかというのを繰り返していっても全体で 2L-1 しか上がらないわけです。いいですかね。だからそれ、ここの部分がそのリラベルによって増加する分の上階です。 で一方で、フォアプッシュによっても上がるんだけども、それは先ほど言った通り、フォアプッシュによって新しい頂点がこの集合に加わってくるんだけども、その頂点の、えー、と距離ラベルの分しか、1回のフォアプッシュでは、このファイは増加しません。で、その最大値かけるそのようなプッシュが、フォアプッシュが行われる回数しか、あえっ、ー、と、このファイは増加しないということなので、そのこれに対してもこの不等号が得られるという形になります。 だから、後ろの方が、その、フォアプッシュによって、上がる量の上階になっているという形になります。で、今、ここに書かれている量があるんですけども、これはですね、我々今まで実は計算してきているということになります。えっ、ー、と、えっ、ー、と、D 部の最大値これは 2n-1 だったと。ここら辺。これ 2n-1。で、フォアプッシュの回数何だったかっていうと、これはえ、えっ、ー、と、高だか、えっと、オーダー、高だかとない場ですね。えっ、ー、と、これは、オーダーで言うと n。 オーダーで言うと、n っていうのは先ほど説明したと、証明したということになります。ということで、これは、えっと、で、えっと、この個の数はオーダー m ある,あるわけです。だから、えっと、オーダー n、オーダー n 次乗のものを m 回出して、オーダー n 次乗 m になるという形の計算ができます。これ次のページですね。こんな形になると。今言った通り、これ考えている頂点、すべてに対して、高々 2n-1 イナスのが出てきて、えっと、 dv の最大値は 2n-1 で、フォアプッシュ、全体の回数がオーダー nm になるというふうに言っていたわけです。で、これ整理するとオーダー n 字上 m になるというのが、この増加に対して、する増加量、延べ増加量に対する上階になります。オーダーの意味での。で、これが増加の話です。で、じゃあ減少を次に見ましょうということをします。減少、こっちのこの減少分ですね。減少分。減少分の絶対値の方が多いです。 こちですねで。そうすると、先ほど言ったとき、減少は、非法和プッシュによって減少するか、法和プッシュによって減少するかって二通りあるんだけども、法和プッシュ忘れます。忘れて、非法和プッシュによる減少だけ見ましょうと。でそうすると、この不等式が得られます。でそうすると、非法和プッシュによって、必ず1以上減少するので、非法和プッシュによる減少分の和というのは、非法和プッシュの総回数以上になってます。いいですかで、何がポイントかっていうと、はじめロ、最後ロ。 で、増えたり減ったりしてますと言ってるんで、増えてる延べの量と減ってる延べの量は必ず等しいわけです。開始時と停止時に φ は0だから、その減少の量と増加の量の和というのは必ず等しくなっています。で、今、この減少の量については下から押さえる不等式、増加の量に対しては上から押さえる不等式を与えていました。で、それをつなぎ合わせます。こんな感じになってます。一つ前のページでは、 この青い方がヒフォアプッシュの総解数以上になっているというふうに言っていて、二つ前のページでは赤い方がオーダー N 字上 M になっているというふうに聞いたわけです。ということで、これを合わせるとヒフォアプッシュの総解数というのがオーダー N 字上 M という我々が欲しかった結論が得られるという形になっている。ということで、これで我々欲しかった証明が終わるということになります。いいですかまあ論法がややこしいんですけども、まあこういう論法があるということをまず知っておくのは一つ重要で、 ま、こんなファイ思いつかないですよねっていうのは、まあそうですね、ということになっちゃうんだけども、皆さんがこういう、あの、アルゴリズムの解析の手法を使えるような場面に遭遇するかどうかわかりませんけども、まあ少なくともこういう証明を見,見たらわかるぐらいの、あの、専門性を持っていてほしいなというふうには思います。はい。で、結論は、つまり、えっと、非法はプッシュの総回数は、オーダー n 次上 M ですと。今割と口で説明した部分だけがあるんですけども、一応付録に、えっと、 もう少し細かい証明は書いてます。で、時間があったら補足動画にしようとは思うんですけども、あんまり時間があるように思えないので、とりあえずちょっと補足動画を作ることは約束せずに、まあ、付録を詳しくは見てください。ただ、付録の半分は今のサイトと全く同じなので、あんまり参考にならないかもしれませんけども、まあ、えっ、ー、と、考えは既に述べた通りなので、まあ、それを文章にすれば証明になるということになります。 はい。で、これで、秘アップッシュの話が終わった。しまった。割と時間が残ってるっていうのは、今日は早口すぎるという。だから。で、ここからと突然スローダウンするとがおかしいんで、えー、っと、やっていきます。普通にやっていきます。で、じゃあ、残った話、計算量評価の話をします。今、どこまで話が終わったか。まとめというスライドがあったんです。こんな話です。今す、ね、このこの回数の話、これは全部終わりました。 で、あとは、じゃあ、この一回あたり、この操作を何回行う、えっ、ー、と、どれぐらいの時間で行えるのかってことをちゃんと考える必要があります。で、つまり、その、なんか、まあ、それを考える必要があって、これはちょっとですね、データ構造の工夫という、まあ、でもないんだけども、ちゃんと考えないことが不安になってきます。で、いろんな不安がありながら、今から説明していくということになります。で、ここもちょっと、工夫がいったりするの、必要だったりするので、それもちょっと注意しながら説明していきます。 で、えっと、アルゴリズムでは、データ構造として、次のものを保持するようにします。で、それは二つで、何かというと、ちょっと下の方が説明しれいといけから、まず下の方を説明します。何かというと、プッシュができるこの集合です。つまり、まあ、今の状況ではま、えっと、まずその、えっと、ST 全流と距離レベルは、まず持ってます。それは大前提。<laughs> 持ってます。で、それに対して、まあ、あの、実は、 えっと、補助ネットワーク自体は作る必要はないんですけども、まあ、補助ネットワークの個 UV で、その U における、えっと U、U において流れが溜まっている。で、なおかつ U と V の距離ラベルを見たらその差が1である。DU が DV プラス1である。っていう、この2つの条件ですね。この2つの条件を満たすような個 UV を全部集めてきて、これ P としましょうと。まあ、プッシュだから P にしてる。<laughs> としましょうと。で、これをずっと保持します。このアルゴリズムの中では。で、まあ、あ 細かいことを言うと、まあ、例えば二重連結リストとかって書いてありますけども、まあ、これはその挿入とか削除を大台一時やりたいからこういう風にしてるんですが、まあ、それは細かいことかもしれませんが、一応書いてある。で、もう一個。えー、っと、この竜が残っている頂点の集合です。だからまずこれですね。これ何かっていうと、まあ、S と T 以外の頂点 U で、この、D、U においてこの流れが溜まっているような頂点の集合を考えます。で、気分はこれを、これイコール E としたい。<laughs> ですけども、ちょっとアルゴリズムの都合で、いいという集合を持つんだけども、これは、この集合、右に書いてある集合を含む集合にしておきます。だから何、な、なんなのかっていうと、ちょっと先回りして言うと、本来はこれイコールにしたいんです。イコールにしたいんです。だけども、ある都合により、えっと、この、えっと、右側の集合から U、頂点 U を取り除くときに、取り除かないでおくってことをするようにして、 効率性を上げるってことをしたいと思います。削除っていうのはデータ構造において割と難しいんですよ。で、できれば避けたい。<laughs> 皆さんそのデータ構造とかの授業を受けた時にですね、まあ、なんか検索とか挿入は簡単なんだけど削除は難しいとかっていう経験あると思う削除はですね、嫌なんです。データ構造において。非常に難しい。で、その削除の効率を上げるためにわざわざいいっていうのは、 この集合を含むような形にしておいて、削除するべき時に実は削除せずに後で削除しますって形にしておきます。ってことで、まあ、あの、ここでは、この右辺の集合を含む集合を、を持っておくというふうにします。っていうことを考えるということですね。はい。で、まあ、今この例ですけども、この例においては、ま、あ、その、えっと、これですね、プッシュできる子、例えばこの、この、可能子の集合、これは、だから、可能子の集合なんですけども、<laughs> 先ほどの、先ほどの、えっと、 はじめに、使わないといった用語を使うと、可能子の集合です。まあ、可能この定義がちゃんとに、あの、は,んは,はっきりしてないなかったからいけないかもしれませんけども、まあ、プッシュできるのしの集合だと思ってくださいということです。それで、えっと、この下の例の場合には、この V4P っていう、えっと、ものだけが、この P に入ってると。で、えっと、E っていうのは、まあ、ここでは部分集合にしてますけども、まあ、イコールだと思,思ったら、えっと、 この E という集合は、その溜まっている頂点なので V3 と V4 からなる集合となるということになります。で、えっと、書いてない、またなんか、あの、暗黙のことがあるんですけども、実は、えっと、各頂点、頂点 U における、えっと、F-U と F プラス U も保持します。 まあこれはちょっとあの、工夫しなくてもできるので、ちょっと書き忘れたって感じなんですけども、まあ、これも保持することにします。はい。それで、えっ、ー、と、初期化は、えっ、ー、と、先ほどちょっと説明したように、えっ、ー、と、なんだっけ。取りラベルにおいては S だけ、えっ、ー、と、頂点数で、他のところは全部ゼロ。そすると初期化を行うというふうにしてました。で、えっ、ー、と、ST 全流については S から流せるだけは流すっていうふうにしてました。 なので、初期化したときには、えっと、この S から出ていっている子、これは今、あの、補助ネットワークってるから、あの、そういうふうに見えませんけども、この S から出ていっている子、こですね。この子には、だから全部流れていて、その先、行った先の頂点が全部なんか流れが溜まっている状況であるというふうに思ってください。だから初期化においては E っていうのは、えっと、S から出ている子の行き先である頂点 V を全部持ってきて E とするという形にします。 はい。で、初期化においては P というのは実は空集語になっているという形になります。ので、えーと、そういう形で初期化されると。で、何をするかっていうと、そのプッシュとかリラベルとかっていうものを繰り返していくんですけども、その度にこれをですね、ちゃんとその、あ、まずそのプッシュとかリラベルっていうのは効率よく行えるってことを言わないといけないし、その時にこれをちゃんとここに書いてあるように更新することも、 簡単にできるってことを言っていかないといけません。で、やることは割と大変なんだけども。で、アルゴリズムは、アルゴリズムとったどうするかっていうと、プッシュできる子はこの P に溜まってるんで、プッシュできるかどうかってことは、この P を見ればわかることになります。だから P になんか要素が入っていれば、それに対してプッシュをします。で、P に何もなかったらプッシュできる子はないので、えっと、リラベルをしなくちゃいけないと。で、リラベルをできる集合の、えっと、頂点の候補はここにあるわけです。だから、プッシュができなくなったら、この集合を見ます。 で、そこに入っている頂点を見て、それに対してリラベルをするってことをするんだけども、この集合は実は、あの、この右辺を持ってるわけじゃなくて、左辺の E しか持ってないから、E から頂点を取り出してきたら、それが本当にここの状況を見出してる、出るからどうか確認します。で、確認して見出してなかったら取り除くってことをします。だから取り、だから取り除くのはリラベルしようとして初めて取り除くってことにします。で、そうすると効率が上がるってことになると。で、 この条件を満たすかどうかっていうの確認は、この保持している、この値を見れば簡単にわかるんで、それは簡単にできるということになります。で、この、えっと、溜まっているよ,いるよっていう条件がわかったら、リラベルをしてあげるということをします。ただ、リラベルするためには、この頂点 U から出ていっている項を全部見る必要があります。で、そこはちょっと時間がかかる。リラベルするときには、U から出ていっている先の、えっと、頂点のラベルを見て、そのような最小値プラス1をするっていう操作が、 あるので、それをやるためにはちょっと,っとグラフを探索するっていうか検索する必要があるので、そうすと時間がかかるんですけども、まあそれぐらいの時間でまあ済むことになります。ということを今からやっていきます。だからまずアルゴリズムはどうするかっていうと、そのまず P が空襲用じゃなかったら、この P に入っている項を選んで、この,の UV っていうのはこの P に入っている、えっと、要素です。を選んで、プッシュを実行します。で、P を更新するということをすると。 で、その時には、なんかその、この、もう、流れ、溜まっていないような焦点が出てくるかもしれないことにします。で、えっと、P が空襲号になったら、そこでようやくリラベルができるようになるので E、U、の方を見ますと。で、E、U、の方を見て、えっと、その、えっと、先ほど言ったように、焦点を取り出して、そこにまだ溜まってますか、溜まっていませんかってことを確認すると。で、溜まっていたらリラベルを行う。 ってことをして、リラベルを行ったら必ずプッシュできるこの数が増えます。ので、上に戻るということをして、またプッシュをし続けると。あ、えっと、えっと、し直す。ってことを繰り返す。ってことをやっていくっていうのが、アルゴリズム全体の流れになります。ちょっとここの書き方があまりにもインフォーマルで何もわかりませんけど今口で言った通りのことをします。で、問題は、だからその、まあ、この集合になんか要素があるかどうかってことは、それはま、その集合を見れば簡単にわかるので、それはあんまり気にしないんですけども、 それ以外のの辺のプッシュを実際に実行したり、その更新がどれぐらいでできるのかってことをまあ考えていくと。で、じゃあプッシュしましょうと。まあ UV っていうのを P から取り出してきて UV にするとプッシュをすると。いうことをすると。で、起こりうるのは何なのかっていうと、えー、っと、3つのことが起こり得ますと。何かっていうと U に溜まっている量が全部なくなって U を本当はい、e、いから削除したいという気持ちになる。V に、えー、っと、なんか流れが溜まって V を E に入れたくなる。 あと UV はもうプッシュを行って、もうその,の UV に沿ってプッシュがもう行えなくなるってことが起こる可能性があります。で、それらにちゃんと対応する必要があります。で、そのプッシュ自体は、その UV の上に流れる流量を更新するだけなので、これは、えっと、プッシュ、えっと、その流量を変化させるのはこれは定数でが出てきます。そこは簡単なことになります。で、問題はここら辺ですね。で、えっと、要素を付け加える。 これは簡単です。その、あの、リストの、例えば最後になんか要素を付け加えてあげるってことをしてあげればよくって、まあそれは簡単にできると。まあ最後じゃな,じゃなくても最初でも別に構わないんですけども、まあ付け加えてあげればよいということになります。で、削除の方は難しいんですけども、今この UV を削除しようという,うに思っていたら、えっと、UV があるところまで我々このリストを探索する必要があるんですけども、そもそも今 UV 見てるので、そこまでもう探索し終わってるわけです。 だから、今見ている UV に対してそれもいりませんよってことで、ポインターを外すってことをすれば、まあ、リストにおいては簡単に削除はできます。ってことで、それも提出してくれ可能と。で、問題は、U っていう頂点にもう溜まってる量がないから、それをい、e、いから削除したいと思うんだけども、それをしようと思うと、E っていうリストをずっとこう、あの、探索していって、U を見つける必要が出てきます。で、これに時間がかかるわけです。でろうとすると。 だからそれはここでやんないってことにして、U は後で、えっと、削除しますよってことを覚えておくために、一単位だけ殺菌するという、これは操作ではなく気持ちを持ちます。気持ちを持ちます。だから、先ほどこのデータ構造としては、この本当に保持しておきたい、えっと、集合と、今本当に保持、えっと、実際保持している集合 E っていうものの間に差ができる、 可能性がありますよっていうふうに言ったんだけども、その差が実はこの借金額になるというふうに思ってください。だからその1だけ差があるときには、この借金が1単位あると思ってくださいというふうに思います。ということで、このプッシュ UV で起きる更新はいろいろとあるんだけども、それでは全部、えっ、ー、と、オーダー1定数ステップで可能か、あるいは1単位の借金をして、後でこの借金を払いますというふうに覚えておくことでできるということになります。 この借金がやらしいんだけども、まあ、借金でちょっと説明するしかなかったので、借金で説明します。じゃあ、えっと、リラベルしたらどうなるか。これですね。えっと、先ほど言った通り、この P っていうその、えっと、プッシュができるような子がない時にだけリラベルを行うので、まずそういう条件が成り立っているとします。で、U っていうのを E から取り出してきて、U のっていう頂点で溜まっていれば、リラベルをするわけです。で、溜まっているかどうかの判定は、ここら辺の値を見てあげれば、定数時間でわかります。 ので、えっと、その定数時間の判定でリラベルを実際に行うってことをします。で、リラベルを行うときには、何を行うことになるかっていうと、先ほど言った通り、u っていう、あ、書けなかった。u っていう頂点があったら、u から出ていっている項を見て、この中の、ただこれ v1、v2、v3 とかってすると、えっと、du っていうのを新しく、この、えっと、v1 のラベル、v2 のラベル、あ、2ですね、これ。v3 の、 ラベルを見て、そのうちの最小値プラス1にするっていう、こういう操作が行われるわけです。でそうすると、まあ、この V1, V2, V3 のラベルを実際検索するって、この操作はちょっとやることにします。これはさせてくださいということにします。まあ、しても大丈夫なんでします。で、そうすると、これはその、まあ、U に接続している個の数ぐらいの計算量を追やせば、この更新ができるっていうことになります。で、それは行うと。 で、まあ、その子の数をここではこういう形で書いてるということに思ってくださいということになります。ですかね。で、まあ、それは行うと。で、それを行った後で、えっ、ー、と、何が起こるのかというと、何が起こるのかというと、えっ、ー、と、例えばですね、えっ、ー、と、これがですね、その、えっ、ー、と、V 値で最小値を取ってるとすると、えっ、ー、と、U のラベルは、 V1 のラベルプラス1になるので U から V1 に向かっていく子が、子がプッシュできる子になります。だからこれを P に加えてあげる必要があります。で、これちゃんとやんなくちゃいけない。だけども、今、あの、追加は簡単は、えっと、オーダー1ステップでできます。だからこの追加も行ってあげるということにします。で、そうすると、まあ、追加は、あの、オーダー1ステップ。で、このラベルの更新で、ここに書いてある、これですね。 この接続する個の数ぐらいのに比例するステップで更新を行う。更新というか、ラベルの更新を行うってことをしますで。そうすると全体としては、その接続する個の数に比例するステップで、このリラベルという操作が行えるということになります。で、これは、この U という頂点になんか流れが溜まっている場合の話ですと。で、その判定も、えっと、低出時間にできると。 大第一ステップでできるという話でした。じゃあそうじゃなくて、実はこの U っていうのを E から持ってきたんだけども、そこに溜まってない場合はどうするのかということになります。だから今 U っていうのを見てるんだけども、その U において実はもう何も溜まってなくて、それは本来は E いいから削除されるべき要素でしたよっていう時はどうするか。で、その時には頑張って削除します。で、削除するためには先ほど言った通り U っていうのを E の中のでなだから探索する必要があるんだけども、もうこの状況では、もう U を探し当てている状況なので、新たに探索する必要ないわけです。 今見ている優をただ削除すればよろしいということになります。だからその削除自体は、えっと、オーダー1ステップでできます。ですね、その時に、オーダー1ステップ使うんだけども、それは先ほど、えっと、借金した分を使って、えっと、なんだろう、あの、そのオーダー1ステップを費やすんですよというふうに考えることにします。で、そうすると、ここら辺の集合の要素数がちゃんと、えっと、ついつまがうようになるということになって、 で、何を言いたいかっていうと、先ほど借金をしたから、その借金分でちょうど、このオーダー1ステップが、えっ、ー、と、なんか吸収されますよ、という形になるわけです。わかりますかねという形で、えっ、ー、と、まあ、そういう意味では、ここのその、えっ、ー、と、要素の削除っていうのは、ある意味で、その借金分があったから、まあ、ただでできる形になって、まあ、ここはコストがかかってないっていうふうに見えるという形になります。だから、借金をするっていうのは、その中、あの、 仮想的に思ってるんだけども、まあ、別の言い方すると、ここで削除すべきところの削除っていうのは、先ほどのプッシュのところに、で、実はもう、あの、えっと、そこで、なんかステップを費やしていたんだよっていうふうに思っているというふうに考えてもらえばよいっていうような、ちょっとそのか、お金の付け替えをしてるんですけども、ちょっとこれはややこしい議論で、あんまり慣れてない人には難しいんですけども、まあ、ついつながってちゃんとうまく削除がオーダー1ステップでできるという形で、えっと、考えられるということになります。 ということで、ということで、これは裏がりましたかということで、リラベルもプッシュもこのような形で今持っている、えっと、データ構造でできるということがわかりました。でそうすると、プッシュはどういう形になったかっていうと、プッシュは全部のプッシュの総回数はオーダー N 字上 M でした。非公話プッシュが N 字上 M 回、非公話プッシュが NM 回だったので、大きい方を取るとオーダー N 字上 M になります。で、1回あたりはオーダー1なので、プッシュの総ステップ数はオーダー N 字上 M になります。 リラベルの方はどうかっていうと、各頂点 u に対してリラベル u はオーダー n 回、あるいは 2n1、2n-1 回しか行われなくて、各リラベルに対しては、その u に接続する個の数に比例するぐらいのステップ数をかけているという形になります。で、まあ、今この n っていうのは u に無関係なので、前に出しましょうです前に出してます。でそうすると、ここにはですね、u に接続する個の数、 のオーダーを U に関して足してるっていう部分があります。で、皆さんもし、あ、書けなかった。皆さんもし握手補題っていうものを知っていたらすぐわかるんですけども、何なのかっていうと、頂点に接続しているこの数の総和っていうのは、オーダーでいうと、全体のこの数に等しいです。 わかりますかねもっちゃんと言うと、もう少しちゃんと言うと、えー、っと、言う。ただですね、ちょっとこれは、えー、っと、まあ、これはですね、いわゆる二重の数え上げっていうのに、あの、簡単に、簡単とか言っちゃいけませんけど、えー、っと、割とスタンダードな証明ができるんですけども、あ、これ 2M かな 2M なるっていうか、こういう関係が、その、この側から見ると、始点と終点2つある。頂点の方から見ると、えー、っと、その、 出ていってる子、入ってくる子が、こちらで数えられてる。って形で、えっと、2m がこの和になるということが言えます。っていうことを使うと、まあ、ここの和の部分ですね。この部分がオーダー m になるということが言えるということになります。で、n×m なんで、オーダー nm という結論が言われると。で、これがリラベルにかかる総ステップ数です。で、アルゴリズム全体では、プッシュ何回か、リラベル何回か全部やってるんだけども、合わせると、オーダー n 次上 m 回プラス、オーダー nm 回。 なので、全体の計算量が大きい方に支配されて、オーダー2乗、あ、オーダー N 次乗,乗 M になるという結論が得られるということになります。これが結論です。はい。だから、今言ったのが結論で、プッシュラベル法は、オーダー N、M 次乗,乗ステップで停止するということになります。はい。で、毎週比較。<laughs> あの、この授業では、この4つのアルゴリズムをご紹介してきたってことになります。オンズカープのアルゴリズム。 なんか卒業式の呼びかけです。頑張ったエドモンズカップのアルゴリズム。オーダー NM 次乗今やったプッシュリラベル。オーダー N 次乗 M。って形で、えっと、まあ、N 次乗 M の方が一応、その全権的にはよろしいということになるということですね。で、えっと、別にその、あの、容量とかが、その整数であるとかっていう整数使ってませんから、まあ、それらが実数であってもこれ動くと。 ということになります。だからこれ、強多公式時間アルゴリズムになるということになりまして、まあ、よろしいということになるというのが、うん、まあ、今日の、ここまでのまとめです。はい。で、あと10分ぐらいちょっとあるんですけども、補足をしていきます。補足。先ほどですね、あの、はじめにこのリラベルを行える条件というところで、まあ、あの、えっと、まあ、U に溜まっていて、どこにもプッシュを行える子がないっていうことを、えっと、リラベルを行える条件として、で、この、あの、2番の条件から、その U から出ている、 う UV に対してこの DU が DV 以下ですよっていう性質が得られるっていうふうに言ったんですけど、実は証明を見ると、この2番の性質はあんまり使ってなくって、この下の性質が主に効いているということがわかります。だから実際は、より局所的にそのリラベルをお答える条件っていうのを変えて考えることができます。つまり、リラベル U をお答える条件は、まず U に溜まっていて、なおかつ U から出ている子で、このラベルの,この不当主の条件を満たしているっていうふうに形に変えるような そうすると、全体を見て、プッシュを行える子があるかどうかってことを考える必要がなくなるので、割と、その局所性が高まるというか、そのアルゴリズムも簡単になります。とか言って、次書いてるんだけども、日本語にするとアルゴリズムがややこしいんですけども、実装はこっちでは簡単になります。何かっていうと、この余っている頂点をまず見ます。あえっ、ー、と、流れが残っている頂点を見ます。 で、そこで、プッシュできる子があれば、プッシュを行うんだけども、プッシュができなかったら、リラベルを行う。っていう形にします。先ほどは、全体的にプッシュできなかったら、リラベルを行うっていうふうに言ってたんだけども、U から出ているところで、プッシュができなかったら、リラベルを行う。っていうふうに変えるわけです。で、こういうふうにしても、先ほどの条件から、うまく動くってことがわかります。これはちょっと、先ほどの証明を全部見ていくと、えっと、最後のデータコードのところ以外は、 この2番の条件は使ってなくて、この条件じゃ使ってないことがよく見るとわかるので、これでもうまくアルゴリズムが動くということがわかります。で、普通はこっちの方をプッシュでラベル方っていうふうに読みます。ただ、ちょっとこの授業、まあ前回あるいはあの、今回は、全体的に見て、全体その、グラフ全体でプッシュできる効果ない時にラベルを行うっていうふうに言った方が、初めの説明は簡単だったので、そういうふうにしてしまいました。ただ、普通はそういうふうに説明されてなくて、こういうバージョンで、 プッシュでリラベル法を説明する方が普通です。ちょっとこの授業ではそういう手法を取んなかったということになります。でも、証明法はあんまり変わりません。ただ、最後のデータコードの話がちょっと変わってきて、そこがややこしくなります。うんとね、これは考えようによっては簡単になるんですけども、まあ、比較は難しいんですけども、まあ、そこは変わってきます。そこは変わってきます。が、えっと、何だろう。例えばその、プッシュの回数であるとか、リラベルの回数の話は全部全く同じ形で証明ができます。 はい。で、この形で、今ここにですね、その余っている頂点 U があったときに、えっと、この部分を実行するっていうふうに言うんですけども、このような U っていうのはたくさんある場合に、どの U を選んでくるのかっていうことに自由度があります。で、これはさ、増加度法でも、増加度がたくさんある場合に、どの増加度を選ぶといいでしょうとかって話がエドモンズ・カープの話であったっていうことを思い出すと、こういうその自由度があるときに、何を選んでくるかっていうことが案外重要である可能性があるっていう、 気分がしてきます。で、実際そうです。で、一つ知られてるのは何かっていうと、こういうのがあります。その U を選ぶ、今の U を選ぶときに、条件を満たす頂点の中で、距離ラベルが最大のものを必ず選びましょうっていうような、えっと、選択法が提案されてます。で、これをやると、実は計算量が下がるっていうことが知られてます。先ほど言っていた、何も工夫のない、えっと、プッシュラベル法は、オーダー N 字乗 M でした。 本当かなちょっと聞いこれ、L 上 M ですね。だけども、工夫すると M がルート M になります。怖いですね。なんか、だからその先ほど、あの、この前のそのエドモンズカーブのアルゴリズムでも,でも思うんですけどこんな簡単な、あの、工夫で、計算量下がっていいのかっていうふうに思っちゃいますけども、実際これ下がるんですね。えー、っと、そういうことがありまして、えー、っと、 ま、これは知られていると。これも、あの、もう80年代、90年代の話なので、割と、ま、古典的なわけですけども、まあ、こういうこともあったり、他にもいろんな工夫の方法が知られていて、その工夫の方法に、えっと、従って、なんか計算量がどう,どうなるかとかっていう話が研究としてはあるという形になっています。ここでは、ま、その最大ラベルを選ぶっていう話だけをちょっとご紹介しました。はい。で、えっと、じゃあ、えっと、前半、今日も含む、 この講義の前回かというと、最大流問題というのを考えましょうという話をしていて、でそこで、まあ、あの線形計画法を使って最適正条件をかけますよという話をしていたと。でそこから、まあ、オリズム出てきますよという話をしていたんですけども、まあ、視点としてお伝えしたかったことは大きくわけて2つあって、1つはこの線形計画法をどうやって使うのか。 特に相互性定理が使えますよって話があって、相互性定理っていうのは、主問題の強制と相対問題の強制と相互性条件っていう3つがあるんだけども、そのうちの2つを満たしながらもう1つを満たしに行くんだっていう形の話として、増加動法も、今ご紹介したプッシュ取リがベル方も解釈できるんだということになるわけです。で、そういうところから、そのアルゴリズムとしてそのなんか多様なものが生まれてくるので、いろんな見方で、この1つの問題を問えることができるんだっていう話になっているということです。 で、これは後半の最大費要流問題でも使っていきたいというふうに思っています。で、もう一つは、アルゴリズムにおける任意性があるときに、どのようにその任意性を崩すのか。先ほど言ったその増加動法のときには、どの増加動を選ぶといいのかとか、コストとリラベル法においても、リラベルできる頂点があるときに、あ、リラベルじゃないですね。えっ、ー、と、流れが余っている頂点があるときに、どの頂点を選ぶといいのかっていう任意性があるんだけども、その任意性をうまく崩すことによって、計算量を削減する可能性がある。で、実際にエドモンズカープのアルゴリズムでは、 止まらなかったものは止まるようになったりするってことがあるってことは、なかなか重要な視点であって、えっと、そういうことが皆さんのもしかしたら身の回りにもあるかもしれないので、えっと、使えそうなところがあったらぜひ使ってみてくださいということになるというのが、えっと、この前半の話の中で、えっと、二つあった重要な視点ということになります。はい。で、後半の予告をします。で、後半は先ほどのこの最大 流問題だったところが最小非要流問題になって、同じような話をしていくかと思いきや、<laughs> 思いきや。実は最小非要流問題っていうのは最大流問題につ比べて圧倒的に研究しにくいです。似てる問題なんだけども、こちらすごく研究しにくくて、いろんな、もう、嫌なことが起きます。<laughs> でで嫌なことが起きるとかって言ってると、本当にこ嫌なことが起きて、もうなんか最大量問題においてもすごく嫌なことがたくさん起きていたのに、これ以上嫌なことが起きてほしくないなというふうに思うので、あんまり細かい議論はしないようにしていく予定で、まあ、その大まかな枠組みを限りお伝えしたいというふうに思っています。で、細かい話をし出すと、キリがなくて、あんまりやりたくないので、できる限りシンプルな部分に話をとどめてご紹介したいと思います。 でその時に出てくる視点は先ほど言ったこの二つ、相互性ってどのように使うのか、もう一度言うと、宗教要請、相追教要請、相互性条件という三つの条件がどういうふうに絡んでくるのかっていう話がありますで。で、そこから最適性条件とかアルゴリズムがどういうふうに生まれてくるのかっていう話が出てくるっていうのが、えっ、ー、と、私の予定では四つぐらい紹介しますということになります。はい。で、えっ、ー、と、アルゴリズムにおける任意性で、その中、あの、 があった時に、それをどのようにその認識を崩すのかって話が、実は、この最小非要流問題における、その研究の主眼なんですけども、それをやると細かすぎる。ので、そこはちょっと紹介だけに留めようというふうに思います。先ほど言った通り、そのプッシュリラベル法においても最大距離ラベルを選ぶとよくなりますよっていうふうにお伝えしたんだけども、なんでそうなるかまではちょっとお伝えできないっていう形の話が、最小非要流問題の中でもまあ行われるような予定に。 なっているという計画でおります。ということです。はい。で、付録が非フォップッシュの証明なので、でこれは多分。 補足動画にもしないといとう形で、えっと、興味がある方は、ご覧くだえっと、今日の授業はこれで終わりにしました。これで前半が終わりになります。重要なことは何かっていうと、来週はありませんってことです。なので、それは、えっと、あの、ご注意ください。はい。えっと、では、えっと、授業は終わりになりまして、Google Classroom の方からコメントを投稿して、今日は終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。